福島県立合津高等学校は、福島県合津若松市表町に所在する県立高等学校。反抗日新刊の流れを組み、旧制合津中学校を前身とする。通称、開校、地元ではと呼んで開校と分けている。同志には合津工業高校があり、その略称、開校も同じ読み方である。旧制中学時代は、開中と呼ばれていた。 藍津地区中から学生が集まるため、遠方からの生徒もおり、奥藍津地域の生徒を中心に単身下宿している生徒も存在する。以前は男子校であったが2002年度より教学化。前史である反校日進館から考えると、福島県内では最も歴史の古い高校である。藍津藩にはもともと稽古堂と呼ばれる武士の育成機関があったが、江戸時代が 太平記に入り武士の道徳が衰廃しているとの危惧を受け、合津藩五代目藩主松平方信の家老であった田中玄斎が教育の再興を掲げ、日進館の設立を決めた。多額の設立資金は五福省須田信九郎が大半を賄った。1798年に完成。こうして合津藩の人材育成方針の下 過食紐組以上の武士の入学を義務付け、藍津藩の武士育成機関としてその役割を果たした。藍津藩の母親戦争での敗北により、藍津地域は壊滅状態にあり、最高が急務であった。県令、山吉聖典は1879年、福島、若松、三春、平に中学校を開設したが、県議会の反対により11ヶ月で廃校になる。 1882年、旧合津藩士らは資金を出し合い、藩抗備新館の流れを組む、私立日新館を設立した。1884年、福島、若松、平に県立中学校が再び開校されるが、1886年、政府の一県一中学校の中学校令の発布により福島中学校を残して廃校した。 このため若松では、旧藩士らが、私立の形で、藍津中学校設立を目指す。藍津若松市所大市長、秋山聖八は、県議会議員時代、福島県知事を務めた後、警視総監に営転した、旧薩摩藩士折田平内に協力を求め、折田は1887年、藍津中学校設立主位書を書き、藍津地域の軍長や、 在京有力者に働きかける。この活動により、最終的に、文部大臣、榎本武明が動き、明治天皇から国家資金300円を受ける。合図では、旧藩市で東京高等師範学校校長であった山川博士、その弟で東京帝国大学総長の山川健次郎、福島県裁判所検事、高木森之介らが山里を訴えて回った。 1888年、万代山の噴火などもあり寄付金集めは難航したが、旧藩士らが国からの衆参金を送り一気に開校へ、47,850円の創立資本金を持って、藍津高校の前身である私立藍津中学校の開校が実現した。明治29年藍津中学を訪問し、講演を行った、西野野義マレス明治34年沢良生。 純退職記念交渉は、合図の会の旧事態、会を松葉で囲んだもので、1903年に制定された。効果は1922年に、駒の稲垣きが制定されるが、戦前の軍国主義的な歌詞を含むものであった。1948年、民主主義にふさわしい新効果を作るべきとの意見が多くなり、効果制定委員会を設置。翌年、 作詞、柳沢健、作曲、古関有事による現在の校歌が発表された。校歌のほか、応援歌2曲と外線歌、学時会歌、青春歌がある。スクールカラーは、演じ色。2学期制を採用しており、授業は50分7個まで実施されている。合図高校では、生徒会は、学時会と呼ばれ、生徒による自治組織として活動している。 1893年に発足、1941年5月22日からしばらく解散状態となる。この間、修練会と名前を変え、戦時色の濃い勤労奉仕をしていたが、1945年の役員選挙と共に復活した。学次会の特徴的な活動として、県部委員会がある。これは、母親戦争で若くして命を落とした。 白古隊の霊を慰める伝統的な剣舞を継承しており、春、秋に、飯森さんの母前祭での奉納を行う。会津高校は、校歌、第一応援歌、第二応援歌、外線歌、学次会歌、青春歌等を伝統的に引き継ぐなどしている。その代表が、会津高校男子校時代から存在する特別応援団委員会である。校歌、応援歌、外線歌、 学児会科それぞれの歌には特別応援団委員会の団員に継承される指揮が存在している。部活動では陸上、ディベート、団体、水泳、弓道、なぎなたがインターハイ出場をしている。戦前はボート部が競合として知られ、前世紀には10年間で全国優勝2回、準優勝3位、各1回、4位3回の成績を収め、戦後も 全国優勝の経験がある。剣道は様々な全国大会があったが、国士館主催の大会で全国優勝。柔道部は明治神宮大会で準決勝に進出した。野球部は1959年に春の選抜甲子園に出場をしている。ディベート部は2006年に第11回ディベート甲子園全国大会で優勝を果たした。 合唱部は全日本合唱コンクールで金賞受賞の経験があり、合唱会では名門校として知られており、全国一位に相当する文部科学大臣賞を通算で3回受賞している。また、山口県立萩高等学校合唱部と交流があり、両校で友情時を超えて今が共作され合同合唱が行われている。部活動一覧。 福島県立合津高等学校創立70周年記念誌菅尾の野口秀代。なお、野口の自筆履歴書には課外特先生として合津中学に在籍した旨が記されているが合津中学の卒業生名簿に野口の名はない。創立70周年記念誌全日本合唱連盟2011年10月4日閲覧。 朝日新聞2011年7月19日付2011年10月4日、閲覧。ありがとうございます。